新型コロナウイルス感染症の影響で、普段の生活の中で手洗いは当たり前のこととなりました。皆さん、帰宅時や料理前後、食事前など手洗いをされていることと思います。一方で、手洗いって本当はどれだけの効果があるのだろうと疑問に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、大学の専門の先生にご指導をいただきながら、食中毒防止の視点から手洗いの効果や方法について検証してみましたのでご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。かつて食中毒は食材の管理をしていれば食中毒は防止できましたが、近年はテレビからあるいは調理器具からの二次汚染が大きな原因となっています。これより食中毒の防止についてのポイントを紹介いたします。この手形スタンプを用いると、手や指にいる細菌の付着状況をいわゆる見える化することができます。まず手洗い前の細菌の付着状況を見るため、手洗いをせずに手形スタンプに押し当てます。35度。24から48時間培養すると、コロニーがいくつも出現しており、菌が手に付着していることが一目でわかります。もしこの中に悪い菌が混じっていて、手を洗わずに調理をしたり、食事をしたりすると、食中毒の原因になる可能性があります。これは生の肉に触れた手を手形スタンプに押し当てた結果です。細菌には多くの種類があるので、これらを区別できる手形スタンプを用いて培養した結果、人や家畜の糞便に存在する大腸菌や、土壌や河川などにも存在する大腸菌群など、多くの細菌が検出されました。このように、生の肉や魚などの食材を触った手には、細菌が付着していますので、これら食材に触れた後には手洗いが必要です。次に ATP 法という細菌を含む多くの有機物に含まれる ATP を指標として、見えない微生物や有機物由来の汚れの程度を検査する方法をご紹介します。ATP 法は瞬時に結果が出るため、食品製造工場などでは作業着や設備・器具の洗浄効果の確認に使われています。ATP 法はホタルの発光原理を利用しています。これを用いて様々な洗浄消毒方法の確認がなされています。今回は10人の被験者を対象に、手洗いの前、通常行っている手洗いの後、衛生的な手洗いの後、髪や顔を触った後の4つのケースについて手の状態を検証しました。基準値で言いますと、2000未満が合格、4000以上が不合格となります。洗浄前はいずれも数値が高くて不合格の状況ですけれども、衛生的な手洗いをしますと皆合格になってきます。普段皆さんが洗浄している方法ですと、とても食材に触れる手指ではありません。また指輪は皆さんされていると思いますけれども、結構汚れています。途中で髪や顔に触れたりしますと、合格であった手指も汚れてきます。調理中にはそれらに触れることは避けましょう。手指はいろんなところに触れますので、様々な汚れがついてきます。念入りに石鹸洗浄をお願いします。タオルではなくてペーパータオルを使うと、より衛生的な扱いができると思います。いかがでしたでしょうか。今回は食材に触れた手の汚れ、そして正しい方法による手洗いの効果についてお伝えしました。食中毒予防だけではなく、感染症の予防にも有効ですので、石鹸を使った正しい手洗いを心がけましょう。正しい手洗いの方法はこちらでご紹介しております。ぜひご覧ください。